はい、どうもエンタのゲーミングズボックス。今回は単発動画ということで、こちらのゲームウェーブレースブルーストーム、ゲームキューブのソフトやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、今回はですね、ウェーブレースの続編ですね。ウェーブレース64というゲームの続編、ブルーストームというゲームキューブ版の2作目をやっていきたいと思います。とりあえずメモリーカードのデータをロードしてやっていきます。まあ、データのロードといってもですね、ついさっきデータを作ったばっかりなんでほぼデータなしなんですよね。ということで、とりあえず今回はですね、チャンピオンシップモードで今回も、やっていきたいと思います。はい。で、前回動画撮ってないんでね、僕個人的に一回ノーマルモードをプレイして、なんとか2位でクリアしたので、総合順位でね、2位でクリアしたので、ハードでいけるわけないもんね。もう一回ノーマルいきましょうか。ということで、一回私プレイしましたけども、ノーマルぐらいがちょうどいいと思います、私ぐらいにはね。で、まあ、キャラクターが8人いまして、8人でレースするという感じですね。どうしましょうかね。まあ、前作のキャラクターとかも出てるんですけれども、どの子にしましょう。個人的にはね、この子、セリーナ・デルマーさんがなんか綺麗な人だから、この人にしましたけど、じゃこの人で行きましょうか。不純な動機ですが。ということで、初日から3日目までは晴れてますね。まあ、晴れやったら波の高さが低いというところでね、まあ、そういったところで、得になります。で、アスペンレイクとかね、こういう湖系は、エスクラグンとかこういう系は、波の高さが低い湖だからね、その代わりこういうサザンアイランドとか、シティハーバーとかで、このハテナになってるもう一個のコースとかね、そこら辺はちょっと波が高くなりやすいので、なるべく雨の日は避けていきたいですね、なので晴れてる日のうちに、こういったところをこなしておく方がいいのかなというところですかね。はい。じゃあもう順番でいきましょう。もうせっかくだから、4つ順番でいきます。初日はエスニックラグーン、ちょっとね、日本チックな感じの、街並みなんですね。でこのロード画面の水の表現が綺麗ですもんね。本当にね、64からまた一つ進化しておりますよ。さあ、クリア条件6位以内ということでやっていきましょう。とりあえず6位以内でゴールすれば、私は次の2日目に突入できるということですね。さあ、早速3位になりました。まあ、ルール的には左右の V があってですね、その V に右左って書いてるでしょ。そういう感じで、そのそれぞれの V の右と左を通っていけというのが、まあ、ゲームのルールです。この V の方向を間違ってしまうと、ペナルティがついていてですね、ペナルティが5個つくと、強制リタイアということになってしまいます。で、 V を5個くぐるとターボが使えるようになります。これ今作からの新しい要素ですね。ターボが使えるようになります。ターボが異常に速度が上がるのと操作が非常に難しくなるので、こういう直線のところでターボを使っていくっていうのがね、定石ですね。こういうところで使いたかったんだけど、ターボが溜まっていないと。V でね、ジグザグ行くところよりかはまっすぐ行くところで使った方がいいですね。速度が上がって操作がしづらいですが、こういうところで使う。はい、無事ターボを使って1位になりました。はい、約1秒ぐらいの差をつけてね、1位を取りました。7位8位はな、リタイアかな。 V が通れなかったのかね、チャイト。はい、1回目私がプレイした時よりも、ラップがいいタイム出てます。はい、じゃあネームエントリーは EMT にしましょう。
収録外でやった時よりも調子いいですね。さあ、無事セーブしまして。だいぶ早いな。だいぶ早いな。10秒ぐらい早いな。はい、12ポイントゲットしました。2日目のクリア条件は10ポイントなんで、無条件で2日目クリアします。最低8位でも、次のとこクリアできるということですね。じゃあせっかくなんでサザンアイランド行きましょう。このコースはだんだん水位が下がっていくと、周回を減るごとに水位が下がっていくというスタイルのとこですね。はい、ウェルカム。スタートダッシュで抜かれる。確か今作から追加されてるんだけど、 B ボタンを押すと波のこの波でこうやって膨らむのを防ぐことができますね。 B ボタンでなんか低い なんだろうしゃがむ状態になる。コースを間違えましたね。シンプルコースミスです。ちょっと一旦回ってきましょう。これはやばいですね。だいぶ差をつけられてしまいました。 V に当たるしね。 V が強いんだよね。さあ2秒も差をつけられてしまいましたので、ちょっと無理やりでもターボを使っていきましょう。無理やりターボです。全然 V がくぐれないんで。無理やりターボのせいですわ。さあターボを使って、あ、さっきより水位が下がってるの分かりますか。さっき通れなかったところがこのままこうやって通ることができるんですね。はい、こういう特徴があるサザンアイランドでございます。こんなレースの数分間でこんな潮位が下がるっていうのもおかしい話ですけどね。でもこれは前作の64版でもこういったトリックのね、こういったギミックの、コースありましたので、それはそれでおかしくはないのかなというところですが、さあ依然として3位ですが、なんか誰かにぶつかったね。今誰かにぶつかったせいで4位、3位になりました。2位、武装使い。武装使っても4位でした。4位かよ。だいぶ差をつけられてるのは1位がもう圧勝ですわ。もう、ね、序盤からね、もうすごいぶつかってたんだよね。そういうぶつかりのせいでこう団子状態になってしまったのでしょうか。それでも1回目に私がプレイした時よりかはタイムはいいです。ラップタイムは悪かったけどね。はい、ということでございました。あ、それでもトップ3に入ったということですね。そういうことね。さあ18ポイントで現在が2位になっちゃいましたね。なんか言われましたけど頑張りましょう。さあじゃあ続いていきましょうか。アスペンレイクにしましょうか。ちなみに最終日が大雨になりました。最終日のコースはね、ちょっと、まあ、まだ言わないでおきましょうか。どういった天候により左右されるのかちょっと気になるところではあるんですけれども、行きましょう。晴れのアスペンレイクです。波の高さ15センチなんでほぼないですね。波を抑えるというかしゃがむ必要性はないといった感じでしょう。晴れてるおかげでね、曇りがないですね。これね、僕1回目やったときね、大曇りでした。もう1回目やったとき大曇り、3周目ぐらいでやっとね、霧が晴れたと、そういった感じだったんですけど、今日はもう天気がいいのですごいコースの視界がいいですね。大曇りでね、霧がすごくて全然コースの前景が見えてなかったんですけど、こんだけ晴れてるといいですね。操縦しやすいです。これもだんだん潮位が上がっていくパターンなのかな。
水位が上がっていくんでしょうか。他のキャラクターの位置がよくわかんないんでね、どれぐらい距離が空いてるのかとかはわかんないですよね。さあここでこう掃除を失ったな。 V の間隔が狭いのでやられがちですね。さあまた1位が、多分総合順位1位のやつだわ。なんとかそいつには勝ちたいですね。なるべく V をミスしないようにして、よいしょ、この間隔が狭いから。OK、なんとかいけてます。ブーストを使いましょう。はい、ブーストを使ったせいでこういうミス、しかもしかもゴールのポールに当たるという、ね、最悪のパターンでしたミスったな、ミスったな。ブースト使わんかったよかったやん。さあ一応ランクインしましたが、ランクはないんだ。4位でもランクインですよ。4位で2位になったっていうね、うん、謎の現象です。さあ4位だったんで6ポイント、順位は何歩だ、2位だ。ここは変わらず2位です。さあ4日目いきましょう。シティハーバーしか選べません。はい、波の高さは1メートルいきましょう。6ポイント取らないといけないという条件ですね。これ1回目やった時にここは大雨でした。シティハーバー大雨でしたが、晴れ時々曇りぐらいの感じですね。なんか言うてますけど、なんかいろいろ言うてますけどね、わー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 、うるせえうるせえ男のやつうるせえさあということでやっていきましょう。なんかいろいろ潰していくね、潰していくスタイルです。これはね、逆に水位が下がっていくタイプのところですね。あ、これもそうか、そっか、2個目のコースもそうだったか。2個目のコースも水位が下がっていくタイプだったね。これもだんだん水位が下がっていくんですよね。さあ3位です。順位が上げれるか。波がねやっぱり高いんですよね。それを抑えないといけない。 B ボタンでしゃがんで波を潰すと、波によってのその衝撃を薄くするというね、そういう技術を使っていかないといけません。さあちょっと水位が下がったのでジャンプ台が高くなります。謎にこけてしまう。波を潰して、波を潰すためにしゃがむと、しゃがむとこうな、ステアリングっていうの、うん、あの操縦が難しくなる、ね、うん、曲がりづらくなってしまうんですね。そこだけ注意が必要なんですよ。さあもう V を行くのが必死すぎて全然ターボが使えてない。ちょっと使いましょうか。こういう直線でしか使いようがない。さあ、あと1周で1位ですよ。現状1位。なんかこれジャンプ台が登れながちですね。ジャンプ台失敗しがち。さあ、いい位置につけていたのに、一気に5位になってしまいました。あのジャンプ台のせいです。総じてジャンプ台のせいですが。4位です。 OKOK、 なんとか波をね、波をいなしていきましょう。波をいなします。3位、
感じです。まあ、ブースを使ってブースを使っての2位です。また1位はいつもの1位のやつだ。あいつだけなんか強えんだよね。そんな状況ですが、あ、これもランクインしてますね。そんな早くはないけどランクインです。3位でした。さあ、これで10ポイントが入って、相変わらずの2位です。さあ、ラストレース5日目です。大雨、クールオーシャンというね、なんでしょう、雪のとこなんですけど、すごい寒そうな格好してね、このキャラクターが乗ってますんで見てください。ジェットスキーに乗ってますから、すごい寒そうな格好ですよ。ああ、なるほどね。ヘビーレイン、男がうるさい男が相変わらずうるさいですね。さあ、行きましょう。そのスタートの合図するやつがもう凍ってるっていうね。そんだけ寒いところで半袖で何もその着なくて大丈夫なのっていう、すごい逆に心配になるぐらいのね、格好でこんな寒そうなところを雪の中ジェットスキーをしてるんですけれども、この女性はね。さあ、5位です。4位、目まぐるしく順位が変わっております。3位、あら、ぶつかった上に V を超えてしまう。波をいなしようがないですね。このしゃがみようがないというか、それぐらい高いです。波が高めですね。4位5位5位です。4位、 OKOK 3位です。なんかイルカっぽいのが来てるよ。ターボ使いましょう。さあ、水位が下がりまして、また違う感じですね。コースの様変わりします。水位が下がるだけでね、ここまで変わってきます。さあ、現在3位。波をいなしていきましょう。さあ、まあ、総合優勝は無理にしても2位を維持したいですね。総合優勝2位を目指したい。総合順位2位を目指したいです。さあ、ターボの使い時がわからん。あら、一気に順位が下がる。団子状態ですね。相変わらずの団子状態。唯一ブーストが使えそうなところでV をミスってブーストを失ってしまう。さあ、水位がだいぶ下がりました。水位が下がってるせいで、さっきまで乗り越えてたところが乗り越えれなくなってきますね。大きな障害物となってきます。さあ、大きな船の隣を進んでいきます。波がすごい、シャチがいる、寒そう、いろんな条件が重なっております。良い。ああ、壁にぶつかる、盛大にぶつかる。ターボを使っての4位。ターボを使っての4位です。なんとか2位ぐらいになりたい。2位になりたい。ターボ使える。ターボ使って3位3位か。それでも3位です。ターボを使っても3位です。惜しいですね。本当にコンマの差でした。さあ、ということで総合順位はどうなるでしょうか。あ、タイムは、ランクインしてます。さあ、 EMT で順位はどこだ。1回目のエンタイルがいいですね、
そんな状況で総合順位ギリギリです。ギリギリ今回も2位1位とのむずいね、ちょっと練習しないと。これはなかなかいけない感じですね。ということでノーマルサーキットチャンピオンシップの、これは何でしょう、あの順位発表みたいなやつです。表彰式ですね。はい、カッティングギターかっこいいですね。さあ3位がアズ・アユミ・スチュワードさんですね。はい、そして2位の私セリーナ・デルマーさんです。はい、過剰演出なリョウタ・ハヤミです。1位であんな喜ぶ、過剰演出ですね、次のレベルに進みましょうということです。はい、ということで、チャンピオンシップモードでございました。せっかくなんで、クレジットを見ながらお別れしましょうかね。はい、ということでどういった感じな、お、ああこういう感じなんだ。初めて見たかもしれんわ。ほんま初めて見たかもしれん。これ宮本さんも入ってんねや、すごいな。宮本さん何でも入ってくるよ。それぐらいな状況ですね。ということでウェーブレスブルーストーンやってみました。前回64番をやった時も言いましたけれどもね、このゲーム機の進化っていうのはやっぱ水の表現で表現するね。水の表現でゲームの進化具合を知らせするっていう、そういう任天堂の心意気みたいなのがね、感じられる作品でしたが、これから出てないですね、続編がね、ウェーブレスシリーズね、ちょっと2作で終わってますが、多分ね、なんかアメリカでは2作目出てんだよね。2作目というか3作目、もう1作出てんですよ。ゲームボーイ版やったかなんかで、ゲームボーイアドバンスかな、なんかで出てるんですけど、日本では出てないので2作で終わってるというところでね、これと1080はね、ぜひとも夏の風物詩と冬の風物詩みたいな感覚でね、出してほしいんですけどね、なかなか難しいんでしょうか。ぜひもっとねコース数を増やしてほしいですね。確かにこのジェットスキーのところでできるレースの幅としてはもうここが限界なのかもしれないですけども、もうちょっといろんな面白いバリエーションのコースをね用意して、そしてゲーム機のそのグラフィックの凄さを、ね、水の表現で知らしめてほしいですね、って思うんですけどね、ということで、スタッフロールを眺めつつ今回はここまでにしたいと思います。また別の動画でお会いいたしましょう。ネットのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。